カレー、声大丈夫だったでしょうか。先ほどにかして2本目のコントです。コントヒーロー派遣事務所。はい、ヒーロー派遣事務所、大見です。
野々村誠を、いや野村で探したって意味ないでしょ。あの辛抱強さで探して、はい、あ、大久保佳代子、あ、安田圭英、どんなことの子開くの。いや、そんな異様な芸能人と野村芳雄は一緒じゃないでしょ。もっとこう、カリスマよ、カリスマ、あ、市橋達也、おしょまなぶ、あ、加藤ちゃんとちゃんと犯罪だから、どうしましょう。ちょっと、なんだっけ、ちょっと、はい、あれ、テレビ映ってるの野村芳雄じゃない。え、何ですかこれ。大変、高岡壮介がフジテレビの社屋を襲ってる。ひどい、やけくそじゃないですか。よしよ、よしよ、いけ、そこだ、ちょっと、頑張れ。卑怯よ、宮崎葵を盾にするなんて。宮崎葵が高岡壮介に飲み込まれた。
マンコの隙間を埋めてくれるモグロ福蔵が浮気の正体ってわけ。なるほど、大切なんだね浮気って。でもね、そんな浮気にも一つだけ問題があるの。どんな問題？浮気をすればするほどヤリーマンって呼ばれるようになっちゃうの。ヤリーマン？そう、浮気ヒーローみたい。変態ヤリーマン。さあそれじゃあ、そんなヤリーマンたちへの応援ソングを歌うよ。さあ大きな声で、アイズエオアバズで呼ばわりあ言われて心外いい後ろめたいけどうんエッジはスポーツえ大人の関係をバレさえしなきゃこれもこれも社交性。さあみんな整う、上手に歌えたかな。立派なアバズレだね。社交性もへったくれもないわね。さあそれじゃあ今週のセレビのコーナー。テレビの前のお友達からたくさんのお便りをいただきました。その中から何点か紹介していくよ。さあそれでは1枚目の作品です。こちらは万一妊娠してもバレないように工夫している女の子からの作品です。バレぬよう血液型は同じ人。それなら妊娠しても浮気はバレないね。こちらはペンネームでも肌の色が違ったさんからの作品です。あっちゃーミスったね。血液型にこだわりすぎたのが敗因だったね。火を見て森を見ずとはこのことだね。こちらのペンネームでも肌の色が違ったさんにはコ・マイケル・ジャクソンの主治医を紹介します。肌の色ぐらいどうとでもなるからぜひ相談してください。さあそれでは続いての作品です。こちらはお父さんのことで悩んでいる女子高生からの作品です。父親のセフレは私の同級生。うわー厳しいね。こちらペンネーム私もその男子を狙ってたのにさんからの作品です。それってもしかして父親のホモセクシャル発覚だね。いろんな意味でショックだね。こちらの私もその男子を狙ってたのにさんにはドラマ相棒の同人誌一式を差し上げます。右京さんと神戸さんのくんずほぐれつを亀山さんが目撃して鑑識の米沢さんに慰めてもらうっていう天真爛漫、違う、まあいろいろとくんずほぐれつをできるよ。ホモに対する理解を深めてね。わかんなかったね。うん、みんなもどしどし応募してね。待ってるよ。ところでお姉さん、なに、まあ、バンタン、みんなはどうして浮気をするのかな。それはね、そこにチンポがあるからよ。うわ、登山家みたい。そうなの、登山家も一つの山を越えるたびにもっと大きな山を越えたくなるように、女も一つのチンポを入れるたびにもっと大きなチンポを入れたくなるものなの。うわ、スケールがでっかいね。たくさんのチンポを征服してマンコは大きくなっていくのよ。それはそれで困っちゃうね。さあそれじゃあそんな浮気娘たちの悩みを歌にして歌ってみよう。浮気が好きなヤリマンは毎日合コンやりたいな。スキンシップが多すぎて女の心を刺激して女友達なくしてく。ナンパされているうちが女は花よね。そうそう、年を取ってくると声をかけてくれるのがおじさんばっかりになっちゃうんだよね。お姉さんはお金さえ持っていればおじさんでもおじいさんでも大歓迎だよ。さすがお姉さん、現金現金。ああ、もうお別れの時間になっちゃった。みんな最後はこの曲でお別れするよ。さあ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 、一緒に歌ってね。さあ大きな声で。体が寂しくて浮気、刺激が足りなくて浮気、バレても彼は許すけれども彼氏の浮気は許せない。彼氏に浮気をされるのが嫌なら自分も浮気をしちゃダメだよ。それじゃあまた来週。
Thank you.